皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田正弘です。今回もですね、久しぶりにやっていきたいと思います。プロスキーヤーのオンラインレッスン、視聴者さんの滑りを解説してみたということでですね、こちらはですね、今シーズンから始まった新企画で、オンラインスキースクールエムズスキーサロンネクストのメンバーさんからですね、集まった動画を、オンラインレッスンとして解説しつつ、なんとですね、その動画の模様をですね、解説の模様を皆さんにもご覧いただこうじゃないかと、そういった企画となっておりますので、ぜひですね、ご自身のこう癖だったりとか直したいところとかと、つながることがある方はですね、きっとこう参考になるんじゃないかなと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは解説していきたいと思います。今回はですね、ターン入り口のトップを刺す感覚ですね、トップで抵抗を捉える感覚、ここを重要視していきたいと思います。今ですね、ターン始動時のポジションなんですけれども、この時にですね、もう少し母子球より、外足で言うと母子球より、内足で言うと小指の付け根あたりですね、そこの部分に圧がしっかりこうかかっている、雪面から来る抵抗をですね、キャッチするというシルエットを出していきたいんですね。ここの端子同時の部分でトップに抵抗を感じられない方っていうのはですね、その後なかなかこううまくですね、外交系の姿勢をとっていくことができないんですよね。ここからターンをしていく中で、本来であれば先ほどのポジションのところで、トップに抵抗がかかってくるので、おへその向きとスキーのトップの向きっていうのはちょっとこう外交系の姿勢ができてですね、ためができるんですね。それがですね、トップに抵抗を感じられずにこうずっと後ろに乗ってるので、おへそ腰がちょっとこう正対してしまう、いわゆるこう腰が回るとかっていう言い方をするんですけども、そんな形になってしまっているので、滑りにの中でですね、力感というか雪面をしっかりこう削り込むっていうところの要素が非常にこう少ないんですよね。これぐらいのシャドー感の中ですと、すごくこうスムーズに上手に滑れてるなという印象なんですけれども、もうちょっとですね、スピードが出たりとか、急斜面になったりとか硬い雪になってくると、これだけこう腰が少しこう回っているとですね、なかなかこう対応できないかなというところがあります。ここの部分ですね、この辺りも非常に分かりやすいんじゃないでしょうか。いわゆる以前もありましたけれども、シェーレンというかスキーのトップがちょっとこう開くような格好になってますよね。2本のスキーが平行じゃないのがお分かりいただけると思います。このタイミングで、しっかりこう2本のスキーのトップ側に雪面からかかってくる抵抗というのをこうキャッチしていく必要があります。ターン後半はですね、これぐらいこうかかと寄りの姿勢に、ちょっとお尻落ちてる感はありますけれども、これぐらいにはなってきてもいいのかなと思いますね。なのでターンの入り口のところが問題かなと思います。ここから、今のポジションですよね。ちょっとこうターン後半かかと寄りになってしまうポジションからですね、かかと寄りになるのは問題ないと思います。ターン後半なのでかかとが非常に重要なんですけど、そこから次のターンに向かうよっていうところでですね、もう少しこう積極的に重心を前に移動させていきたいところですね。ここですね、これターン後半ですね、ターン後半切り替えにかけてのところなんで、このポジションのまま切り返すんではなく、ここから前によいしょと腰をですね、一回持ち上げたいんですよね。どちらかというとやっぱりちょっとこう腰の位置が止まっていて、重心前に出せないので、少しこう腰回しながら回転させてる要素が強いので、雪面に対してのこう削り込みというか、その厚感力感というのが、やや足りないような印象になっていると。斜面の難易度に応じて、こういうようなこう滑りをあえて選択しているというところもあるかもしれないですけども、もう少ししっかりこうスキーに対してプレッシャーをかけていって、スキーで雪を削り込む感覚ですよね。そのあたりを身につけていただけることによって、よりこう幅の広いコース、難易度の高いところもですね、クリアしていくことができるかなと思います。このあたりトップからテールにかけてっていきたいですけれども、ちょっとずっとこうテールで抵抗を捕まえているような感じに見えますよね。この辺もトップちょっと軽いですね。テールで押さえてると、ターン前半トップのトライが足りないので、腰おへそがちょっとこう回ってしまっている印象ですね。そこがもったいないかなというところでした。
はい、こちらは一応いい例としてですね、パラレルターン、低速域ではあるんですけれども、切り替えのタイミングで重心をしっかり前に運んでトップで抵抗を捕まえてターンにつなげていくと、そうするとですね、こう綺麗な外交系の姿勢というのを作ることができるんですね。はい、ということで今回はですね、滑りに力強さを増すためにターン前半はもう少しこうトップからしっかりこう抵抗を捕まえるという感覚意識についてお話しさせていただきました。ぜひですね、そのあたりを中心に今シーズンも練習頑張っていただけたらと思います。参考になったなと思う方は高評価のボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。Thank you.